軽井沢しか勝たん。ということで、ようこそ実力主義の教室への2期が放映されたので、まあ、第1話のちょっとだけ語っておきます。まあ、久しぶりに妖術見て思ったのは、やっぱりこれ、悪いアニメじゃないよって1期の頃が思ってて、とりあえず監督が制作スタジオ悪いみたいなこと言ってる人がいるけど、まあ、こう、雰囲気っていうか、まあ、雰囲気とか、声優さんとか、音響とか、そういったものの使い方ってめちゃくちゃ良かったからね。うん。綾小路にしたって、まあ、やっぱ、実はアニメの方が、まあ、ホワイトルーム関連の、逃げ出してきた時の心理的に言えば、まあ、そんなに、アニメの方が正しいよねっていう、まあ、原作見ててもそんな感じだし。まあ、シリーズ構成は1期から2期になって変わったんですけどね。ということで、妖術2期でございます。はい。いや、良かったですよ。何が良かったかっていうと、まあ、軽井沢ですね。うん。妖術って、途中からヒロインが一気に出てくるっていうタイプで、まあ、主人公のヒロインとして、まあ、軽井沢っていう子が、まあ、竹達彩奈さんの、その子が、ヒロインになるんですよ。途中でね。でも、妖術は、一期だと、その、軽井沢ヒロイン関連に関して、方向転換を一切考慮しないどころか、いろいろ消してるっていうか、そういう感じのやつをやってて、まあ、こう、そりゃまあ、綾小路のヒロインだ、になるから、そりゃ軽井沢を消されたら切れるよねっていう、まあ、感じ。じゃあ、妖術2期はどうしたかっていうと、まあ、軽井沢を一気にヒロイン化するって感じだよね。うん。まあ、新しいゲームが始まって、とりあえずクラス的にはシャッフルされましたと。まあ、幽体者っていうやつを探し出して、そいつを吊るし上げろっていう、まあ、人狼みたいなことをやらされるんですけど、まあ、その中で綾小路が、いろんなクラスの連中を見て、その中で、まあ、とりあえずもう、軽井沢を利用することに、関心を持ってて、で、とりあえず、綾小路のいいところっていうのは、まあ、観察ですね。綾小路、あいつ頭いいなっていうところって結構あるって、まあ、その分結構人格的にはちょっと破綻者ではあるんだけど、まあ、ただこう、な不気味だけど頭が良くて頼りになるっていうのは、そういうのが綾小路のかっこいいところで、まあ、で、綾小路はとりあえずこう、まあ、状況がいろいろ変わってきたから、とりあえず人間関係を観察すると。まあ、とりあえず、表にはあまり出ないけど、今どうなってるのかっていうことをとりあえず読む。で、綾小路が何してるかっていうと、この軽井沢がどういう状況に置かれてるのかっていうことを見るっていうことだね。で、軽井沢がこう、なんかこう、女子グループにからなんかいじめを受けてるような感じがあって、で、軽井沢はなんか彼氏作ってるんだけど、なんか一方的に保護されてるっていうか、そういう感じの、まあそういう感じなんですけど、で、綾小路はその、軽井沢がどういう女なのかっていう観察して、で、利用するっていう目的で見てるんだけど、ここら辺すごいカットとして、もう綾小路がもう軽井沢を、ね、まあ、どういう方向であれ注目するという、うん、そういうところっていうのが結構見てきてる。あと、ま、軽井沢に関しても結構ヒロイン化っていうのをかなり軌道修正するのがあって、まあ、新しいゲームが始まりました。まあ、その表面的なルールをみんなで共有する必要があるよねっていうことで、ちゃんと軽井沢にそのルールを読み上げさせるっていうこととかやらせたりとか、まあ、一つ一つ軽井沢はヒロインだよっていうことをちゃんと見せてる感じ。まあ、こっからまあ、綾小路に出れて依存しまくるっていうのは、そこでま、人を選ぶかもしれないけれども、まあ、ちゃんと、まあ、軽井沢がちゃんとヒロインだっていう、そういう原作ファンの要望をとりあえず軌道修正しようかなっていうのはとりあえず感じた。あとはね、龍炎っていうやつがいて、まあ、ライバルのリーダーなんだけど、まあ、こいつがなんかもう、堀北っていう、まあ、木戸あかりさんの、なんか、女キャラに、執着はしてるんだけど、その分、綾小路を、過小評価してるっていう。まあ、そこでなんかもう、おいおい、こいつ、龍炎こいつ、みたいな感じであるんだけど、なんか龍炎はそういう、なんか、ちょっと、踊らされてるところも含めて、なんか魅力的ではあるので、まあ、うん、まあ、結構、ヤンキーっぽそうに見えて、結構人のいいやつっていうか、そういうのも龍炎の魅力ですからね。まあ、堀北に関しても、まあ、過剰に投稿ってわけではないけど、まあ、やっぱりこう、まあ、利用価値のある女 A みたいな感じっていう感じなんですけど、まあ、それは軽井沢も同じなんですけどね。あとは、まあ、一ノ瀬っていう、まあ、これも別クラスの、まあ、恩恵派リーダーなんだけど、まあ、一ノ瀬の、負けフラグ、遠山直さんっていうのが、すごくいい感じ。まあ、一ノ瀬は、まあ、その負けフラグっぽくさが、まあ、魅力だからね。でも、一ノ瀬いいよね。うん、いいよね。まあ、髪の色はちょっとアニメだとちょっと金髪寄りかなーってのはちょっと思うけど、一ノ瀬、うん。いろいろ言ってるけど、やっぱこう、なんかこう、ゲームをしながら、デスゲーム、まあ、死なないけど、とりあえずこう、知能派相手を蹴落とすゲームをしながら、なんとか頭脳戦をやっていくっていうか、そういう感じの魅力っていうのは出てきてるし、
監督や制作スタジオは悪くないんだよ、声優陣もいいんだよ、うん、問題だったのはやっぱこう軽井沢をヒロインにとしてちょっと扱えなかったっていうのは一気の問題点だったんだけど、その辺の軽井沢問題をちょっと2期で軌道修正しようとしてるなっていうのはすごく感じた一応でした。まあ、今後の軽井沢 の、 あのヒロインプリにも期待ですね。あとはザクさんのオープニングがめっちゃ良かったね、うん、あのなんかボカロのなんかプロモーションビデオみたいな感じでなんか文字とかガンガン出てくるんだけど、それがすごくいいなって思って、あうんそう、やっぱこうなんかこう切なさというか、まあ情熱みたいなものを感じるけど、まあすごく綾小路っぽい 曲だし、なんかこうまあこうザクさんオープニングで良かったよねってのはすごく思うよね、うん。トータルで見るとな、一期のあの悪かったところを削り落として良かった部分をちゃんともう一度リベンジするっていう、そういう感じの話になってきてると思う。まあ、軽井沢はなんかこう第一話の時点で結構まあなんか悲しい過去みたいなのを背負ってるけど、まあ可愛い感じではあるので、まあそこら辺しっかりやっていってほしいなって思います。以上です。